副業収入300万円未満は雑所得に国税庁の狙いはサラリーマン副業つぶしかサラリーマンの副業、税務上の取り扱いが変わるかもっていうニュースです副業データ収入について事業所得扱いから雑所得になると損益通算ができないんですね副業が10万円の赤字で事業所得の場合は本業の給与所得から10万円を差し引いて税金を計算していいんですね 副業が10万円の赤字で、雑所得の場合、本業の給与所得から10万円を差し引くことができません。それから雑所得の場合、青色申告特別控除が使えません。青色申告特別控除は最大65万円。所得税プラス住民税で税率が20%の人なら、ざっくり13万円の増税っていった感じで、税金が増えやすくなるんですね。これを聞いて、副業ダメじゃんって考えるには早すぎます。この改正、まだ決定したわけではありません。集まった意見を踏まえて、国税当局が考え方を示す。今ここをやってるんですね。 10月をめどに改正予定。なので最終的にどう転ぶかはまだわかりません。もしも雑所得になってしまっても、副業をしない場合と比べれば手取りの収入はしっかり増えてるはずです。そういう意味でも今回の件は副業をやらない理由にはならないですね。改正の動向を見守りつつも、副業への熱意をそがれたりしないよう要注意ですね。